はい、ということでエンディングでございます。はい、お願いします。ね、お便り行く前になんか話します？別にいいですか？なんかあの早瀬賞とか岸本賞とか奥山賞とか、まあ、全ての方に行き渡りましたので、そのご報告をしたいなと思っております。はい、ご報告だから僕のものを、うん、あの早瀬賞ありがとうございますみたいな連絡がいつまで経っても来ないわって言ってましたけど、うん、なんかその僕の方から送られるものだと思ってたみたいな。ああ、はいはい。で、僕の方はあっちから送ってくれるものだと思ってたっていうのは、まあ、どっちも逆言ってて、うん、で、ちょっとまあ送るのが遅くなってたんですけれども、はい、まあ、あちらの方から気遣っていただいて送っていただいたので、うん、住所ここですみたいなのが来たので、うんうん、僕の方はもう無事お送りしましたので、はい、そのご報告だけしたいなと。いつまでたってもあいつ送ってないんじゃんみたいな。届いてんのは届いてんの？あ、必ず届いてます。まだわかんないの？え？必ず届いてます。必ず届いてます。必ず届いてます。今ね、わかんないじゃん。位置検索できるから。ああ、できるやつで送ったね。あ、そうですそうです。はいはい、それではまあ、 あの送れてるという話になってるので。じゃあ大丈夫かと。で、岸本さんの方もツイッターでね。うん、俺もこの間送って、うん、ありがとうございます、みたいな。到着したものを、うん、見事。すごいね、ツイッターの方に上げていただいて、うん、ちょっと恥ずかしかったんですけども、僕がいろいろありがとうって書いてた、いろいろ工夫をしているのをこう見られて、はいはい、さらされまして、こんなことしてるんだって。もし私が彼の彼女とかになったらこうしてくれるのかなって思ってる人もいるんじゃないですかね。いや、ものすごいね、あの恥ずかしい感じになっちゃいましたけど。ああいうことはされるんですか、普段から？え、そういうことはされるんですか？いや、一応ね、こういう時だけよ。うん、いや、そうなんだけど、人に物を送ることなんてないから、普通に。もうほら、女性のあったかさなんて忘れてしまうぐらい付き合ってないちょっと。抱いてるがいっぱい。いや、それって真実のあったかみじゃないから。あ、そう。うん、言うたらば、うん、カニカマ食ってるようなもんなんですよ。カニじゃないのね。いやいや、カニカマの方が好きな人もいるから。それはね、いますよ。うん、あのどんだけ近くって、うん、どんだけ味も近いし似ていようが、うん、それはカニではないのね。いや、そうだろう、ね。わかります。あなたが抱いてるとかよう言いますけど、うん、はい、それは女性のあったかみじゃないんですよ。ただ女性に触れているだけなんです。僕心の話してるんですね。それはじゃあ女性の心に触れてくださいよと僕は言ってるんですよ。なるほど。このお金払って触らん、誰でもできるからな。なるほど。じゃなくてね。じゃあ、うん、お便り行きましょうか。なんでだよ。全然まだ盛り上がれてえ、自分の話になったら終わるんじゃない？すぐに切っちゃうじゃん。もういいのかな。いや、いいです。まあ全然お便りだったら。あ、でも、あれですね。とりあえず、奥さん賞も、届いたのは大丈夫なのね。はい。あ、じゃあもうこれで、トビエンさんですかね、とりあえず。トラコさんか。岸本さん、ね。俺はトラコさんですね。うん、そうですね。3名。はい、で、皆さんね、ちょっと気に入ったものが届いてるかちょっと不明ですけれども。そうですね。ね、ぜひ。うん、めでていただければと思います、はい、なかなか絵も送ったよ。でもなんだっけ、言わない方がいいのこれ。あ、別に何送ったのかな。妖怪御朱印帳。あ、そうだ、想定が妖怪の絵がたくさんあるんですよ、うん、それって何、どっかの場所で売ってるもん、その神社。いや、それはですね、この間行った妖怪なんとか博物館みたいな、妖怪福間殿に行かしてもらって、うん、その時のグッズかな、多分で、妖怪低層のものがあったので、そちらをちょっと購入させていただいてお送りしました、うん、はい、今までで一番いいんじゃないでしょう、うん、そうなんです。過去がかなりゴミに等しいものが多かったから。あと、ね、お塩とお酒を送りました。え、あ、どういうこと？あい？いや、別にそんなにいいかと思ってる。いや、お塩とそれ清めてるもの、お酒、そうそう、清めてるものでご飯に入れてもいいみたいな書いてあったんで、ふりかけみたいなこと、うん、でだからあの全然何にでも使えますよという、風呂に入れてもいいし、風呂入れてもよしですよ、うん、なんか心霊スポット行くんだったらそこにぶちかけてもよし、うん、なんか行くって言ってたからね、まあ、最後に行って終わったって言ってましたけど、うん、またなんか熱出た時にね、行きたいなってなった時に、まあ、そのお塩のまあ何かしら持っとくといい、ね、お酒なり飲んだりふりかけたりして、まあ、行けるからいいじゃないかということでちょっと購入させてきました。なるほど、はい、いろいろ聞かしてやったわけですね、です今回は。はい。はい。
すごい、だから今までもらった人のハズレ感ひどいよね、うん、俺ん時もそれくれよって思ってるかもしれないです。いや、まあまあね、うん、早瀬も成長してますから、まあまあいいことですけどね、うん、はい、はい、じゃあお便りいきます読みたいお便りがあるの？そんなに。 いいですよ、お便りじゃあいきましょう。そういうわけじゃないんですけど、お便りいきましょう。じゃあ、はい、はい、ちょっとですね、うん、気になるお便りがあったので、あったんかい、いきます、はい、息子に起きた不思議なことっていうタイトルでいただきました、うん、ネギボーイズの皆様、岸本さん、林さん、ちょっと待って待てってネギボーイズの皆様、岸本さん、林さんの奥様、毎晩配置させていただいております。食われてんじゃんYouTube アカウントネーム、SY85 ですと、うんうん、ね、ちょっと間違いがたくさんあるんですけども、うん、私の息子かっこ下ネタではありません、うん、長男に起きた不思議な出来事をお伝えいたします。はい、13年前、妻が息子を出産し、はい、まだ病院に赤ん坊と入院していた時です、うんうん、毎日生まれたばかりの息子の顔を見るのと、うん、妻へのねぎらいをしに、見舞い客がとても多かったと記憶しております。あ、すごいね、人気あったんです ね、うん、ね、いい奥さんや、その日も息子は寝たままで、見舞い客、私と妻で楽しく談笑していた時です、うん、突然寝ていた息子が痙攣を起こし、かっこ2秒間くらい、はい、息子を囲んでいた私たちが騒然とした直後に、妻の携帯、かっこ当時はガラケーが、鳴り響きました、うん、妻が携帯を息子の頭のすぐ近くに置いていた、妻が携帯を息子の頭のすぐ近くに置いていた、うん、携帯が着信などの際に電磁波が発信されたため、うん、外的な刺激に敏感な赤ん坊が反応したと結論付けました。また妻の親戚には電磁波アレルギー持ちがいるため、その要素を息子が受け継いだのかなとも思います。うん、大した内容ではありませんが、読んでいただきありがとうございます。いい、はい、他にも不思議な体験談がありますが、ビンタロウ先生のところがいいか、ネギボーイズさんのところが、うん、投稿が良いかと試案中です、はいはい、ということでいただきました。山口先生のところに送ってください、僕も同じこと思いましたね、はい、だから倍物付き赤ちゃんってこと？いや違います息子が、だから着信が来たら赤ちゃんが増えるっていう、うん、そうそう、息子がバイブにあったってことってことでしょ違うと思うんですけどね、成長するバイブってことでしょ、うん、ちょそれはちょっとひどい言い方になっちゃいますけど、うん、はいはい、まあまあ結果としてそうなったってだけで、結果的にね、うん、でもまあ、あの電磁波アレルギーの方ってマジでいるらしいんでね、いるね、うん、いるいる、痙攣起こすのかな、アレルギーって、うん、ちょっとね、でも大変じゃない、もしかしてそれそのまま育っていて、だってどんどん増えますからね、当時ガラケーでこんな痙攣になるっていうんだったら、うんうん、今ね、今やばいんじゃない、 iPhone とか 5G とかになったら持てないんじゃないね、うん、この震えすぎて蒸発するんじゃない、うん、もう摩擦で、うん、うん、地面とすれて、いやもうすごいことになる、これマジで大丈夫かな俺、うん、結構心配やね、心配だわこの、うん、でも赤ちゃんだからなってるってことじゃね、赤ちゃんの方がやっぱり弱いから、弱いから、うん、まあまあそっか、うん、あと反応もいいと、感度がいいとかね、あるかもしれない、頭蓋もやばいしなうん、赤ん坊って、いやね、今だからね、そういうのに反応してるとかだったらまた話ありそうだなと思ったけどね、うん、はい、多分今も影響されてるんだったら今も影響されてますって書くはずですもんね、だからこれっきりだったのか、うん、多分それっきりやったんじゃないかな、1回だけバイブになったっていうお話ですね、はい、息子がバイブになったって話ね、はいはい、息子娘かどっちか、面白いです、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きます、はい、都市ボーイズファミリーの皆様、いつもお世話になっております、なんだここいじるの流行ってんのめんどくさいのかな、オカルトネームラム酒というものです、はい、ありがとうございます、いつも楽しく配置をさせていただいております、ありがとうございます、私数年前からツイッターをやり始めました、はいはい、都市ボーイズさんをフォローしたところ、こちらもフォローしていただき大変感動したのを覚えております、ありがとうございます、現在フォロワーは2名で、都市ボーイズさんと直木マンさんのみです、すごいじゃん、ね、
2名だけなんだね。ツイッターで2名だけって珍しいな。その頃から何かしらお二人の力になれたらと思っており、うん、今回人生で初めて投稿してみました。嬉しい、ありがとうございます。過去ちなみに40歳ですと、うん、前置きが長くなりましたが、私が体験したことをお話しさせていただきます。ある夜寝ていると、うん、隣の妻がうなされておりました、うんうん、少しゆすると起きたので、どうしたと声をかけると、うん、金縛りにあっていたとのことでした、うん、その日はそのまま寝つき、翌朝その時の話を聞きました、うん、金縛りにあっている時に目を開けることができたそうです、うん、目を開けてみた光景は異様なもので、妻のお腹に入っていく中年の男性を見たそうです。怖っ。ずんずんとお腹に入っていくのですが抵抗できず、うん、気持ちでは負けてはダメだと思い、うん、強く怒りを燃やしていたそうです、うんうん、中年男性の上半身がほぼほぼ入ったところで私が声をかけて意識が戻ったそうです。よかった。何それキモなどと談笑し、その話はそこで終わりましたが、うん、その後もちょいちょい夢で中年男性が出てきて追いかけられたりしたそうです。同じなんかな。金縛りまではなかったそうですが、うん、そんなことがあってしばらくすると、うん、妻が頻繁に部屋の中でタバコの匂いがすると言い出しました、うん、マンションなので近所のタバコの匂いが流れてきたのかと思いましたが、私には全然匂わず、妻だけが匂いを感知していました、うん、そのタバコの匂いがし始めた頃から妻が体調をよく崩すようになりました、うん、頭痛、めまい、腰痛などです。霊障か、私はなんとなくあの中年男性の仕業ではないかと思い始めて、ある夜少しでも除霊できたらという気持ちから YouTube で般若心経を流してみました。ご存知かもしれませんが、喫茶子というお坊さんがやっているなかなかにビートの効いた般若心経を流してみました。知ってる、うん、知ってる知ってる、うん、うんうん、ビートが効いて心地よく、うん、私も縦揺れしながら楽しんでいました、うん、いかんいかんと当初の目的を思い出し、心の中で中年男性へ向けて、妻についていても何もできません、どうかよそに行ってくださいと念じました、うん、その直後私の鼻にタバコの匂いが漂ってきたんです。全身鳥肌が立ち、慌てて隣でスマホをいじっている妻にタバコの匂いすると尋ねたところ、匂いはしないとのことでした、うん、実は妻は犬並みの嗅覚を持っており、私より匂いには敏感です。犬並みなの、うん、対して私は鼻炎を患っており、嗅覚が終わっています。終わってるんだ。妻より先に匂いに気づくことは絶対にありえます。辛そうだ。その日以降タバコの匂いがすることはなく、妻も匂いがしないと言っていました、うん、体調も普段通りに戻ったように感じます、うん、以上が私の体験したお話になります。大変長文、稚拙な文章大変失礼いたしました。機会があれば他にも子供が小さかった時に起こった不思議な現象や、私が子供の頃から見る意味のない予知夢、うん、についてお話できたらと考えております。面白そう。お体にお気をつけください。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。ラムシュさんの、うん、面白かった体験だ。これなんか不思議な要素結構多いな、うんうん、まずだから奥さんが中年男性に取り憑かれてたのかね。なんか前岸本さんが話したアストラルレイプっぽいけどな、うん、俺も最初そう思ったんだけど、うん、なんでお腹の中入ろうとしてんだろうって思って、交わろうとしてんじゃない。あ、そういうスタイルな。なんか言うじゃん、アストラルセックスって交わるがことがいいみたいな、うんうん、まあ、そうだね、うん、霊体と交わるから中に入っていくのがたまたまお腹だったのかな、うん、じゃない。ね、いやなんかさ、俺意味あんのかなと思って、あの要は子供がどうこうとかさ、そっちなのかなと思って、なろうとしてるとか、そうそうそう、うん、なんかそういうことなのかなと思ったけど、なんかあれみたいですよ、お腹の中に子供ができるじゃない、うん、その時に神様がね、うん、じゃあ今子供できそうやから、あの子のお腹の中入りって言って、うん、まっさらな魂をスーッと送ってお腹に入れるんですって、うん、なんですけど時々、うん、もう亡くなってる要は浮遊霊みたいなやつが、うん、その赤ちゃんより先にお腹に入っちゃうんですって。間違えてというか、いや狙って狙って狙って、うん、そしたら一回要は成仏せんとそのまま入れるんで、うん、もう一工程ほんまはしないかんやつを、うん、飛ばして飛ばしてそこに入れるわけですよ、うんうん、で横取りよね。そう、そしたら、うん、
赤ちゃんむちゃくちゃやさぐれてるんですって、うん、生まれた時から。え、それは悪い子になるってこと？ちょっとヤンキーみたいな、うんうん、生まれた時からね、うん、悪の感じがあるんだ。例えばですけど天の弱とかね、ようぐずるとかになっちゃうって話は聞いたな。でももうそのさ、うん、横取られたやつはどうすんだろうね。横取られたやつはまた戻るんじゃん戻る？スッとヨーヨーみたいにそういうシステムな、ちょっと分かんないけど入られたねって。うんうん、でもその入るとしても霊体はさ、うん、中年男性じゃなさそうよね。うん、まあね、うん、だなんかこいつはやっぱりアストラルレイプっぽいな、うん、感じとしてはね。で旦那も要は奥さん寝てる横で般若心経ずっと流したりとか、うん、縦揺れしてんでしょ。しかもそうずっちゃ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 って、そんなさノリの般若心経あんの、うん、いやなんかね今ラップっぽいんすよそれが。般若心経が僕その言われた人でピンときたんじゃなくて、うん、ビートに乗ってる般若心経っていうのがあるっていうのは知ってた。しかも最近じゃないですよ。 それでいいの？そのいや効力みたいな分かんないけど、それでいいかどうか分かんないけど多分もっとみんなに知ってほしいって意味だと思いますよ。あ、まあ広めたいとか、うん、そこから入ってベーシックには般若心経の方もまあ聞いてみてくださいよみたいな感じだと思うんですけど、だからラッパーいますもんね、坊さんでね。いるね、うん、なんかアーティストみたいな人増えたね、坊さんで。とかそれこそあのナムズっていうんですか、ナムズ、バンド、ナムナムのナムズっていうバンドいるじゃないですか、うんうん、なんか聞いたことあるね。すごい人気のあるね、うん、そうナムズっていうのもいたりするから、最近なんかお坊さんたくさんいろんなね多岐にわたっていろいろ音楽、ね、お坊さんが増えた、ね、関係のねお仕事してますよね、うん、でもこの人の話で言うならそれ聞いたってことよね、うん、多分そう、ね、だって払えてるもんね。聞いたっつうかあれなんじゃない、俺が思ったのは、うん、例えばアストラル界に行ったねある男がいて、うん、ふーっと出てで、まあ好みの女おらんかなと思ったら、あまあ旦那おるけどもなんかものすごい別品やなこの奥さんよって、うんうん、このマストラルレイプしたろうって体に入ろうとしたと、うん、で1回目はあの旦那に起こされてできんかったと、うん、途中でね、うん、ほんでもあの子綺麗やからもう一回行こうと思ったら、うん、旦那が横でビート刻みながら般若心経聞いてたら、うん、ここやめとこうと思いません？わかる、その般若心経が嫌なのか、うん、旦那が嫌なのかわかんないけど、旦那でしょやっばと思って関係なくない、うん、その隣にいようかそいつ。いやいや困らない。あそう、うん、うわ旦那怖と思わない？横でビート刻んで、ってそもそもさ旦那の横で1回目をやろうとしてんだから、うん、その時はもう普通やのよ、普通の旦那やから、しかも寝てるんだから、恐怖を感じたの。そう、うん、ビート刻んでんのが、えあえじゃあ般若心経がどうっていうよりかは、うんうん、やべえ旦那に払われたんだ、うん、でタバコのフレーバーもそいつが普通に、まあ、この世生きてる時にタバコ吸うてたヘビースモーカーやから、うん、で一服したんだろうね。そうタバコのフレーバーて、うん、このおっさんが踊り切ったら行こうかって思ったけど、うん、踊り切らないから、うん、長いからな、もういいわっつって一服して帰ってったってことは、うん、そう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 、うん、だそうです、はい、じゃないかなと思っちゃうけどね。まあでもちょっとねこれは実際体験したら気持ち悪いって思うかもしれないな、うん、いい話でございます。はい、ありがとうございます、はい、もう一個いこうかな、はい、はい、トシボーイズ様、岸本さん、林さん、はじめまして、ツンサムと申します。ありがとうございます、いつも二人の軽快なトークを楽しみに拝聴しております、はい、お便り回を聞いていて、そういえば自分も昔奇妙な体験をしたことを思い出したので投稿させていただきます。ありがとうございます。あれは私が小学5年生ぐらいだったと記憶しています。当時私は祖父母、父母、うん、姉二人の7人家族で2世帯で生活しておりました、うんうん、ある日のことです。祖母がどこからか古い日本人形を出してきて、お茶の間を入って突っ切った場所の縁側に置いていたエレクトーンの上に置き始めました。で、その日本人形はよくある一見怖い系のものではなく、うん、どこか大きな目のクリクリした人形でした、うんうん、その人形を見て祖母に可愛いねと言ったのを覚えております、うん、ですがその出来事は人形を出してきてから発生しました、うん、人形を出してきて数日後、夜中に私は喉が渇き目を覚ましました、うん、当時住んでいた家は2階建てで、2階には父、母、姉や私の部屋がありました、はい、また2階から階段を降りると踊り場を隔てて左右に部屋が分かれており、左手にキッチン、右手にお茶の間という構造の家でした、
古い家でしたので夜中に目を覚ました私は、普段でしたら深夜に1階になんて怖くて絶対にしないはずだったのですが、その時私はすごい勢いで階段を降りていきました、うん、もちろん喉が渇いたのであれば階段を降りた左手のキッチンの方に行くはずなのですが、私はなぜか日本人形のあるお茶の間、縁側の部屋に入っていきました、うん、私の記憶はそこまでです、うん、その後気がついた時には2階の自分のベッドへ戻っており、引きつけを起こしていた私を心配する家族が囲んでいました。ですがその時に私が夜中にものすごい物音を立てて階段を降りていったのと、人形、日本人形と叫んでいたと姉が後から言っていました。後日明らかに人形に何かあると感じた母は、その人形のことと私の気候を知り合いの進路の、霊能者の先生へ、うんうんうん、相談したそうですと、はい、その時に言われたのが、その人形には祖母の親戚で幼くして亡くなった女の子の魂が宿っているとのこと、うん、その子が寂しくて遊んでほしかったので私に憑依して人形の場所まで呼び出したということ、うん、それからその人形をそのまま出しておくと再び私が同じような気候に走るので人形は今すぐ奉納しなさいと言われたそうです。うん、母は祖母の許しを得ず、その人形をこっそり奉納し事なきを得ました、はい、今思うと面白いのが、人間って何か憑依されると行きたくない場所でもそこにどうしても行かなくてはいけないというような感覚に陥るんですよね、うん、その感覚だけは今でも私の中に残っています、うん、これからもトシボーイズ応援しています、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。日本人形に憑依された体験談かな、うんうんうん、っていう感じでございました。そうですね、まずね、エレクトーンのあるいいお家ということでございますけども、うん、なんかこれ祖母がどこからか持ってきたってことか、うん、そもそもね、そうですね、家にあったんじゃなくてどっかから持ってきたって感じですよ ね、その出どころもなんだろうって思うよね。そこを普通ないもんな、ちゃんとクリアにしたらそのまま霊能者が言うところの、うん、入っている魂が誰なのかみたいなもちょっと分かってきたりするかもしれないですよね、うん、なんかね、祖母の親戚で幼くして亡くなったって言ってたから、うん、そうそう、だからまあ親戚周りから持ってきた可能性が高いのかな、うん、かなっていう、うん、そこの人となりみたいなのも分かってくるかもなって思いますけどね。そういうとこもちゃんとなんかどっから持ってきたんかっていうね、うん、ね、うん、あと俺結構ここが面白いなと思ったのが、うん、あの人形、あ、違う、うん、夜中に喉が渇いて目覚まして2階から降りてくじゃん、うん、で降りてって、なんで私こんな方向に行ってるんだろうっていう感じで人形の方に向かってってるじゃない、うん、この人、うんうん、そこまでは記憶があるじゃん、うん、で、そこに行ったら記憶がなくなったって感じでしょ、はいはい、うん、その、感覚があるのに体が勝手にそっちに行っちゃうっていうところって、うんうん、憑依されてたらそういう感じになるのかね。どうなのか分かんないけど、もうさ、なんか記憶一発で飛んじゃってて勝手に動かされてるっていうイメージがあったけど、記憶ある人いますよ、憑依されてることを。もう憑依されてた人に話聞いたことありますけど、普通にその取り付いた人の、うん、感情みたいのが流れ込んでくるんですって。悲しいとか寂しいとか怒ってるとか、うん、でそれに支配されちゃって、うん、自分じゃもう体動かないんですって。その人が動かしてるって言ってましたね、うん、記憶はあるって言ってました。だから その感覚って絶対無理じゃない、うん、その普通に生活してて体験することが、うん、まあね、だって自分の考えと体が違う方向に動くってことだよね。だから全然ほんまなんでもないおばあのパンツ見てチンコ勃起するのと一緒じゃん。いや、まあ、ここちゃうでっていうこと。まあそういうことよ、うん、別にパンツじゃない方がいいけどね、だったらそれだとちょっと性的要素強いから、ね、うん、あとさ、もう全然関係ないんですけど、うん、水に誘われていて全然違うことするって針金虫と一緒やなと思って、ね、あ、本当だわ、うん、脳を支配されるみたいなやつが。そうそう、針金虫水飲まし行ったりしますからね。でもそういうことよね、うん、針金虫に支配されたらそれ体験できんだね、憑依。いや、まあね、人間に入るって相当やけど、うんうん、でもあれ脳ぐちゃぐちゃにされますからね。まあね、体結局死ぬからね、うん、多分死ぬ死ぬ。
これでもちょっと俺体験してみたいってちょっと思った。体を支配されるの？うん、自分の意思と違う風に体が動く経験、うん、あれやってみたら SM クラブとか。どういうことですか？なんか鞭打つときにやめてくださいよ痛いですって言うじゃない、うん、でも求めてるっていうこと。そう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 。でも誠くんお尻出ちゃってるよって打たれたいの？それなわけないじゃないですか。痛いんですから。いやいや、え、だったらば服着てすぐに部屋から出ていけばいいんだよ、うん、なんであなたはそこに痛い痛いってそこにいるの、うん、いや それはってバチーン嬉しいんだろ、はい言うてやから そうだけど、だから言葉といやいやって言いながらも体は反応するやつでしょ。それはもう別に SM じゃなくても逆転のパターンでもありますから、うん、あとほんまムチ打たれたい誠くんですね、うん、それはあと俺打ちたい方がある、うん、どっちかっていうと怖っ。待って、ムチ打ちたいか打たれたいかで考えたことあるってこと？どっちかっていうとね、うん、どっちかっていうなら、うん、強いて言うなら、うん、っていうことですけど、ないな、どっちも嫌だ、うん、いやそれは普通はそうでしょうね、うん、普通じゃないからね。でもこれは俺いいなと思ったんだよな、うん、ちょっと羨ましい。危険がなかったらね、まあ、うん、体験はしてみたいですよね、うんうん、面白そうって思った。そのうん、あ、一回あるわ俺そういうの見たこと。見たこと、うん、見たことって何？僕がテレビ見てたんですよ、うん、テレビ見ててこの奥さんが風呂入ってて、うん、なんか嵐出てたんですよね、うん、で嵐出て、で奥さんにおい嵐で出んでって言ったんですよ、うん、お腹さんが風呂から出てきて、うん、もうすっぱだかですよ、うん、びっしゃびしゃなまま、うん、嵐って言ってキョンシーみたいに手伸ばして、うん、ミイラに近いのかな、うん、手伸ばしてそのまま進んでくるんですよテレビの前まで、うん、で目の前に机とかあるのに全部、うん、そのまま足でベコーンって潰して転んで、うん、バターンって転んで、うん、嵐って言ってもう折れた机無視してそのままペターンって座って嵐見てたんですよ。嵐、スパラだね、嵐、うん、嵐って言って、あれはなんか何かに取り憑かれてるように見えましたね。まあ取り憑かれてるかは分かんないけど、行か、うん、れてはいるよね。ね、うん、痛くないの？嵐、嵐、うん、嵐、いやいやいや、机、え、ゾンビやって、でも通った後の机とかも、うん、転んでその机も折れてるんです足が、うん、足折れてて、いや足折れちゃってるよこれどうすんのよって、しかもこれ岸本さんが持ったやつやでって言っても嵐嵐嵐って言ってて、いかれてるわ、怖かった、うん、寒くないのと。これはだから誰に罪があるんだろうね、すっぱだかやし、嵐なのかな、嵐嵐って言ってて、うん、いや、うん、それは体験したくないわ俺、まあね、うん、怖いから。悲惨な時代だって言っちゃってるんですからね。うわ、エビデイ、エビバディですから。聞き慣れたラップだ。それに惑わされるんだね、人って。まあ、ね、うん、あ、まあ確かにあるわ歌詞でも。ぶっ飛ぶよりも裸のままずっとねって。あるある。歌詞の中にあるんだけど。歌詞あるわ確かに。それ僕さんのこと言ってたんじゃん。うん、予想してる。ぶっ飛ぶよりも裸のまま、ずっとね、きっこめみたいな。きっこめ。裸のまま、ずっとね、ずっとねって言うから、あれ奥さんのこと言ってたの。その後、ステップバイステップって言うし。退屈よりも、ああ、刺激が欲しいから、だもん。デスククラッシュみたいな。翼広げようやもん。You are my so so, いつもすぐそばにあるやもん。使えないから。この歌を入れると使えなくなっちゃう。譲れないよやもん。誰も邪魔できないだもん。はいはい、いやだからそういうことだよね。これは歌に支配されたわけです、うん、そうですよ、うん、こういうことですよ。じゃあちょっとそういう体験できるかもしれないね、うん、熱狂的な、そうそう、なんかにハマったら。だって普通にライブ会場とかって痴漢多いらしいじゃん。ああ、多いっていうね、言いますよね。まあ、うん、そう、ロック系もそうよ。わー言ってたら、うん、もう手あげるじゃん、うん、胸折るすやから触るんやってね、うん、ちょいまだあのさ、当たっても分からんし、嵐とか、うん、ああいうのってちゃんと一人一席あるじゃん。そう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 、だからまあまあ、うん、大してできないけど、パーソナルスペースがあるんですよ。あのロック系はもうもみくちゃになるから、ね、結構 いるよ、うんうん、いますよね。触ったりとか、あとあれも目的みたいなすごいって言うじゃん、あの何ロックフェスみたいな、うん、ロックフェスもそうだね。ね、ロックフェスもすごいっていう、あ、ナンパとかレイプとかもすごいって聞いて、だってあのテントとか張ってるやつあるからね、うんうんうん、入ってっちゃったりとか。そうそう、うん、あれも音楽に支配されてるわ。
いや違います、すごいな、性欲に支配されてるだけなんです、それは。はい、ということで、まあちょっといろんなね、あのいただきました。あ、この回じゃなかったんですこれは。ごちそうさまです。1個前かな、1個前、はい、はい、ということで、またお便りいただければと思います。はい、お願いします。ということで、我々ツイッターやっております。トシボイズで検索すると最新情報出てきます。あとブログで過去、アーカイブすべて聞けるようになっております。はい、そして、お便りこちら、うん、メールございます。うん、トシボーイズ02@gmail.com toshibois02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼などお待ちしております。じゃあ終わります。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナイルミナイルミナした、ありがとうございました。